そうですね。そうですね。台湾に何年ぐらい行ってますかね。20回以上行ってるんですよね、私も。最近はちょっと年を取りまして、もうご無礼をしておりますし、もう非常に親しく付き合った方がですね、みんなもうあの世に行ってしまった。そういうことでご無礼をしておりますけれども、今日はこうして、台湾の皆さんを日本にお迎えすることができて、こういうお話を申し上げる機会をいただきましたことを、心から感謝をいたします。そして、ニューギニアで奮闘していただいた皆さん方に、改めて心からの感謝と敬意をします。お亡くなりになった方のご冥福を、その功績をたたえてご冥福を祈りたいと思っております。なおもう一つか付け加えて付け加えさせていただきますと、海軍のですね、ニューギニアにおりました海軍の陸戦隊の中でもやはり火葬流隊の方がおられました。実は最後の相田米作戦の時から終戦までですね、その残られました海軍の人たち、これが垣内隊員の指揮官でですね、陸軍の部隊と一緒になって全く一緒になって苦労しながら戦闘していただきました。その中でも随分と犠牲が出たと思いますけれども、生き残って帰ってこられた方に、これは門脇さんのね紹介で知り合ったんですよ。この部隊の生存者にカレンにおられますゴチオンさん、日本名で宮本さん、立派なね、日本人でね、立派な手紙をいただいてます。ちょっと体を壊しておられているので、お元気になられるのを祈っておるこの頃でございます。本当に今日はありがとうございました。感謝申し上げ、歓迎申し上げます。ありがとうございました。堀江先生、ありがとうございます。ありがとうございました。これでですね、実は台湾民政府の本部から心ばかりのお土産があります。その中の一つが、この昭和天皇が昭和20年4月1日に発布した詔書ですね。この中でも高砂族の先行を叩いているんです。その中の一つの理由で、台湾人と韓国人ですね、台湾人に参政権を与えているんです。その時点で台湾は日本の固有領土になるんです。植民地じゃないんですね。それが台湾を守ってるんです。中国から守ってるんです。これをお土産の一部として差し上げます。これは本当のあれです。で、内閣の副書がついてますね。その他に台湾民政府の実質的なリーダーがおります。林士祥さん、その人は日本に来れないんですよ。来たいけど来れない。それで中小誹謗がありまして、来れないのはあれは脱税してるからパスポートもらえないんだと。中国です。台湾民政府は国民党の中華民国を台湾から追い出して日本に復帰したいんです。そのために今一生懸命に働いています。
皆さんのご支援いただきたいと思います。我々は決して詐欺集団ではありません。詐欺集団であれば今日ここにいません。みんな牢屋に持ち込まれています。それを考えてください。耳をそんな軽くして聞かないでください。そういう中傷誹謗、みんな自費で言っています。今回で4泊5日3万8000元です。全部自腹です。この3万8000元を日本の円にしたら、まあ、3倍しますね。それをみんな一生懸命に絞り出して来てるんです。決して詐欺集団ではありません。このインビテーションの手紙ですね、実はこの来る元旦に台湾民政府主催の新年会がありまして、約300卓3500名の参加を今期待しています。その中に先生方を招待しています。で、もしも間に合わなければ来年一年中いつでもご都合の良い時においてください。そういう内容の手紙です。この場を借りてですね、これはもうハプニングですけど、さっき先生の中に高さ5座、今この会場に何人います？5名6名じゃないかと思います。どうぞみんな出てきてください。旦那さんが鈴木和正さん、子供は先生の側近ですよねで、秋物館の幹部でもあります。どうぞもう一度拍手を。一曲プレゼントしたいって
나와라만자세손가다슬나비이나라바다가야안나가고사하나리도손가다슬나비이나라바다가야이야요바라牧師さんがいるんです。この方とこの方です。何か一言日本の皆さん、この場に来てくださって本当に心から感謝いたします。私の立場はね、もし今朝いたところ、昨日いたところね、言っちゃうとね、皆さんはこの牧師は変な牧師じゃないかと思われると思いますけども、これは台湾の国のために来てました。だから混雑ですよ、心。もちろんキリスト教の信仰も尊敬してますけれども、今このまま台湾の無国籍の国際国ですね、誰が責任を持って手伝って、そしてこの国を国際の一つの国になって、みんなを尊敬されるこの使命とか責任は誰が思ってくださるのですか。で、私はしばらく教会属してる教派の教会の仕事を辞めまして引退したけれども、もちろん神様の福音は続けて皆にこう分かち合いたいんですけれども、国の責任も今までこの国のことに対していろいろな知識はまだ足りないですけれども、ですけどこの 1,2 年ですね、急に民政府を接触して、ものすごい、これが私の政治責任ではないかと、もの深く印象を持って、そして家族全員とも支持 の状態で一生懸命頑張ってやります。いつか本当に台湾のこの 国ですね、世界で一つの正しい正常な国になるように、そこまでならなければ、これはどうすればいいかと私もできない。でもできるだけやります。日本の皆さん、本当にできれば台湾、日本、今朝の婚姻者方の話からでもね、これはどうやって説明したらいいんですか。またまた発揮してないですか。台湾イコール何ですか。まあ今すぐ答えしなくても、みんなの心の中に よく分かっていると思います。共に頑張りましょう。ありがとうございます。これもハプニングなんですけど、ちょっと変わりましてですね、田村さんっていう方から高砂族の皆さんにプレゼントを差し上げてくれということで、
まあ、たまたまお付き合いがあるもんだから私が選ばれたんですけども、こう高砂文学の皆さんにその門脇先生の代わりでもある状況でお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。高砂の精神が本当の日本精神でしょ。もう一方ご紹介したいと思います。先生さん、陳さん、ヘレ、陳金水、陳さん、沈金水，请进，请出来。皆様こんにちは。それで自己紹介をいたします。私は陳というものです。陳、沈むの陳、登れの陳じゃなくてね。どうぞよろしく。それで私は1925年生まれ、大正の14年生まれです。今年は89歳です。いわゆる台湾元日本兵の現役でした。おそらくここの台湾人の同胞ならば、現役兵の日本兵に行った方、手を挙げてください。なかった。もちろん日本同胞の方は多いと思います。なぜならば1945年で私が満20歳でしょ。すなわち日本人、台湾人が徴兵令を敷いて台湾にね、それが私が第1回の徴兵令、日本人としては最後の1回、ご存知ですか。というのは戦争終わったからもう徴兵というのはないでしょ。それで話そうとすることはね、たくさんのお客さんに話されてしまったんだ。私はどこから話すか迷っていますが、だから私はね、単刀直入で私の考えを申し上げます。すなわち今この台湾民政府というのは、何故にこんなにはるばる台湾から日本へ、靖国神社や昭和天皇の、昭和天皇、すみません、金城天皇陛下の誕生日祝いに、日本の旗と台湾民政の旗を堂々と掲げて参拝しましたけど、もともと台湾は1895年の日清戦争で日清国が敗れて、正式に台湾の領土を我が日本に割譲したのは、国際的な認定じゃないですか。ところで第二次世界大戦の1945年8月に日本の天皇陛下からの予言で無条件降伏したでしょ。だからサンフランシスコの1952年の条約で日本はまたその台湾防空諸島を領土権だな、放棄しました。だがしかし、決して領土権というのは国土権じゃなくて、国土権と台湾人民は
放棄してないはずだ。そしてえ間違いがあったら勘弁してください。この年寄りには忘れがちだからね。そして日本は戦敗した。台湾も日本の将来が戦敗した。日本は戦後あの瓦礫の上から立ち上がって現在のように今やアメリカのと争うの第一次の世界強国になりましたが、台湾人民はどうでしたか。惨めな目にあった。煉獄生活にあった。ところがこれは我々は日本の責任とは完全に思いません。アメリカの責任だ。戦勝国が台湾を占領権であって、そして連合国のマッカーサー元帥が中国の蒋介石に命令して代表で台湾を占領したに過ぎないでしょ。ところが彼はね、台湾の自分の領土と偽り方が続けたら私言うことがなくなるそうそう、これ後で9円の永遠のところで締め込みにしようか。締め込みそしたら大体の目的はね、この台湾民政府がその民を取ってしまって台湾政府になるように日本の方々に協力してもらって応援してもらって、そしてその目的が達さなければいけないと思いますので、私は今89歳だからこの先も長くないのですよ。ところがこの戦時の状態は私は体験したからね、この結果を僕らの力で成立しなければ私の祖先や私の子孫にも申し訳立ちませんから、どうぞ一緒に頑張ってください。柱の台湾人軍隊の、ね、兵隊さんの英霊が祀られています。それで実はですね、今民政府は遺族会、ね、遺族会台湾分会を作ろうとしています。その作り方は知らないので教えてほしいんです。中条先生、遺族会のあれですね、それ英霊に応える会の会長さんですね。それから靖国神社の桜の花の下で同期の桜を歌う会がありますね。私そのメンバーなんです。だから来る4月第1土曜日、ね、私参ります。よろしくお願いします。それでこの場を借りてですね、さあ私あの台湾民政今回あの来た訪問団の中の主だった幹部をご紹介したいと思います。まず団長である団長は張文彦、あの参議院議長でもあります。大臣鄭士堂さん、司法大臣林英祥さん、事務局副委員長木高翔、季先生後ろにありますけど、政治局副委員長蔡彩元、国際事務司長江長順、黄先生、
体育大臣菅信行、黒熊隊長林徳明です。これは将来ですね、自衛隊の核になる部隊です。じゃあ婦女連合総会の各一緒、それから台湾で今県になってますけど、いずれ昔の州政に戻す予定です。それでまず高砂州の主席ヤフー、ギランカレン州長ですね、総現職台北市の州長陳鶴林、新竹市の州長楊堅昌、台中市の州長鄭詩人です。この方ちょっと付け加えますけど、ひょっとすると第七代台湾総督の末裔になるかもしれません。今それを調べているところなんです。お手伝いしていただけますか、中条先生。台南州州長蕭光教、高雄州州長坂井、それから女性の副主席、中央副主席陳麗芳、それからこの台湾民政府の日本訪問においてかなり大きな役割を果たしているのが、ね、台湾民政府東京エリアコンタクトエージェントでコンタクターの高慶信、で私は中日代表ですけど、今台湾でロングステイやってます。で東京ではほとんどこの仕事はこのコース、手を挙げてくださいなんか身近なことで相談事がありましたら、どうぞ江さんとコンタクトしてください。お願いいたします。以上です。質疑応答で、まあ、一応まとめてみました。で大きく3項目ございました。よろしくそれを答えていただければと思います。一つ台湾民政府とはどんな組織ですか。2つ、何を目標にして活動しているのですか。3つ、インターネット等で、詐欺集団という噂も流れている、どういうふうに考えておりますか。以上の3つです。那我们要总结一下，在今天的演讲中有三个问题要发问。第一个是台湾民政府是一个什么样的组织，然后第二活动目的是什么，第三それを3つ、ここに私が記録しておりますので、韓先生にお渡しします。よろしくお答えください。第三点就是在网络上呢，就是有人攻击说你们是诈欺团体，那不知道你们对这件事情有什么样的看法。じゃあ私が校長から小遣いまで務めさせていただきます。お答えします。この台湾民政府というのは国際法に乗って
出来上がった組織なんです。でその前に実はですね、ある台湾の総統経験者ですねが総統の立場を離れた時に、この実はこのリンさんっていう、まあ、台湾自治のリーダーですね、その人に話したのが、リンさんどうも台湾の国際地位とおかしいって、ね、あなたの専門である国際法、まあ、万国公法ですね、それから国際戦争法で当ててみて一体どういう状態なのかちょっと研究してくれって。それで彼は日本に留学してきて、名城大学です、そこで発見 しました。確かに台湾の国際地位は見ている。なぜ見ているのか、それも本当は時間をかけてお話ししたいんですけどね、まあそういう未定な状態にして、それで台湾人に228事件、その後の白色テロ、それでもう数万の人が虐殺されています。この数万の人っていうのは全部台湾のリーダーなんですね。ほとんどが日本に留学してきた人たちなんです。医者、弁護士、それから裁判官ですね。でそのような状態において、この政治的な隣国においての責任はアメリカ行政府の責任だと、台湾、それを何とかしてくれと、ね、それを訴えるために実はアメリカ政府をアメリカ連邦裁判所に告訴する。でアメリカの方は国務省を立てました。争った結果、台湾人、ここで私まず台湾人の定義を申し上げたいと思います。今さっきも小野木先生の中に People on Taiwan、 People of Taiwan ですね、 People on Taiwan っていうのは外国人も含めて全部台湾にいる人たちなんですね。 People of Taiwan っていうのは台湾人、しかもその定義っていうのは1945年8月15日以前にすでに台湾に戸籍を持ってる人たちとその人たちの子孫、それが本土台湾人ですね。ここにいる人たち、私も含めてですね。でその人たちを苦しめたのはアメリカ行政府の台湾です。告訴した結果、国務省が第一審のところで負けました。それで高等裁判所、連邦高等裁判所に上訴したんです。またそこで争いました。また台湾人が勝ちました。それで国務省は最高裁に上訴する権利を放棄するんです。そこで判決が決まったわけです。その判決の内容は主に4点あります。一つは、台湾人は国籍がない、つまり今台湾にいる中華民国というのは国でないということです。だから台湾人は国籍がない。もう一つ、台湾には国際社会が認める政府がない、つまり台湾を代表する政府がない、つまり中華民国は亡命政権ということです。したがって台湾人はまだ政治連合の中にあるという、これ3点ですね。そして4点が、この状態をアメリカの行政府は速やかに正すべきだ。それで一審で判決が出た時に
林首相すぐ台湾民政府を立ち上げたんです。でその時すぐ告訴されました。これは反乱組織だと。しかしすぐ却下されました。これ反乱組織じゃなくて合法的な組織だ。しかし中華民国の政府は言いません。国民に知らせない。なぜかと申しますと、メディアはほとんど中華民国を国民党の手の中にあるんですね。それで我々は68年間全部洗脳されてきました。で台湾人、本土台湾人はやはり一日も早くこの政治連合から抜け出したいと、つまり自分たちの国を作りたいと、それで独立運動、かなり前から68年前からやってます。で実は私も台湾独立志願で努力した時期がありましたけど、やはり何もできない。それで一つ考えてほしい、特に李登輝大統領の後に続いたのが陳水扁大統領、この二人とも台湾独立の志向者なんです。そして連続21年間ですね、なぜ台湾が独立してませんか。独立のための住民投票すらできないんです。じゃあ陳水扁さんが公民投票、住民投票をやろうと言ってもできないんです。なぜかと言いますと、アメリカの AIT っていうのは、つまり在台、協会っていうんですか、ちょうど日本の、交流協会、ね、大使館をの役割を果たしている組織です。その長が行って止めたんです。あなたたちは台湾人の代表できない。それを林水扁さんが悔しくて、相変わらず公民投票をやる、住民投票をやるって言いながらもできないでしょう。それでちょうど胡錦涛主席が中国のねホワイトハウスを訪問している時に、ブッシュ大統領があれはトラブルメーカーだと。それでなぜ林首相がアメリカ政府を告訴できたかって、もしも台湾は一つの国であればアメリカ政府を告訴できません。それができたというのは、1978年にアメリカが中国を承認するときに台湾関係法という法律を作って台湾を守ったんです。その台湾関係法っていうのがアメリカ国内法なんです。つまり台湾は独立国家じゃないということです。まあ、これでいろんな証拠がありますね。アメリカがその判決の通りに動き出したということは、つまり AIT ですね、役割、大使館の役割を果たしている AIT がもう現在当初の10分の1に縮小しています。その後で軍関係が入ってきてますね。で今台北の郊外に内湖っていう土地がありまして、そこで新しい AIT の本部を作ろうと作ってる最中なんです。で中で働いているカーペンターですね、これ全部
アメリカの国内から連れてきてるんです。台湾の人は一人も入っていません。これは結局いろんな盗聴器やら何かをこう入れられないようにした要人なんですね。それから今台湾の軍機戦車そういうものに今までは中華民国のそのロゴマークが、ね、ついとったんです。今全部消されています。で来年の3月から陸軍がですね陸上部隊海軍が海上部隊空軍が空中部隊に変わるんです。で憲兵司令部はもうなくなっています。で特にこの10月軍の裁判権が今民間の裁判所に移ってるんです。国々と、まあ、アメリカ軍が入ってくる。でアメリカっていう国は非常に国益を重視する。自分の国益に沿わないものはやらないと動かないっていう国なんですね。だけど、まあ、台湾民政府っていうのは今努力している目標はとりあえずですね米戦日属米戦日本所属アメリカ占領それは沖縄の状態も思い出してください。一時ありましたよね沖縄はアメリカ軍が占領してる。沖縄の人が日本国内に来るときはやはり何かこうパスポートに似たものを日本の本土に来てましたね。これがつまり沖縄はその時沖縄民政府が対応するってわけです。と申すのは国際法に従いますと占領軍は直接統治の人民の統治しちゃいけないです。できないです。必ず現地の人が作った政府それが沖縄民政府であって、そして台湾はこれからアメリカが入ってくるのに対応するために今この民政府ができているわけです。で裁判で勝ちました。そしたらアメリカ政府は誰に対応しますか。当事者の台湾民政府です。そして台湾民政府は最後の目標っていうのはまずとりあえず日属米戦になるっていう、それから後で日本とアメリカ政府が話し合って台湾の運命を決めるわけです。で日属というのは結局日本に帰りたい日本に戻る、ね、沖縄が本土復帰したように台湾も本土復帰する。それで今台湾の現状ですね明治憲法つまり大日本帝国の憲法ですね明治憲法でないと対処できないです。現在の日本国憲法では対処できません。したがって台湾はまだ明治憲法のもとにあるということなんです。その証拠にですね国際法に従いますとね一国の固有領土これは割譲もできません。譲れないです。奪うこともできないんです。それで皆さん思い出してください。サンフランシスコ講和条約の時に日本の領土は北海道、本州、九州、四国他の領土は放棄させられたわけですね。それで終戦場は戦争が終わって日本が主権の回復したわけですね。でなんで沖縄が本土復帰を果たしたんですか。
つまり沖縄は日本の固有領土であるから結局帰ってきたわけです。取ることはできない、許されないんです。で自分の中が進んで活用もできないんです。もう一つ、北方四島、もしもそれがサンフランシスコ条約、講和条約の下で日本の領土が決まったら、なぜプーチンが最近まず二島を返しましょうと言い出したんですか。なぜ日本政府が返せ返せと言ってるんですか。決まったならばもうそれ口を開く権利はないはずですね。それからプーチンがじゃあ二島を返しましょうと、したがって台湾も沖縄の後に従って日本が求めたら帰ってくるんです。その措置を今作っているのが台湾民政なんですね。で台湾民政を中傷しているのが実はこの台湾独立運動を進めている人たちなんです。だけど68年間2代の大統領室、連続21年間の大統領ですね、何もできなかったんです。これ以上やってもダメなんです。国際法に従う道しかないんです。ここにいる人たちも全部台湾独立志向をやってきました。だけどみんな失望落胆して最後にこの国際法に飛びついたわけです。これしかないんです。そしてこの時期しかないんですね。それでこの国際法、日本の国土、ね、拡張できない。台湾がそうなんですね。で中国は返せ返せって言うけど、返す権利はどこにあるんですか。そう主張する権利は何もないというのは1895年下関条約の時に大清帝国皇帝から大日本帝国皇帝に永久に割譲する、その時点でもう中国は権利ないんです。ただ海路宣言で、ね、終戦になったら勝利したら台湾を中華民国にあげる、あんなのは全然法的根拠はないんです。無効なんです。例えば私はここで何人かがあの人を見て、ね、終戦になったら勝ったらあの人の屋敷を私がもらう、ね、あの人の土地はあなたが、あの人の三人はじゃああなたが持っていきなさいって、そういう取り決めは成り立ちません。その証拠にサンフランシスコ講和条約は台湾の帰属、台湾は中華民国にあげるということは何も言ってないんです。だからただ放棄しなさいって言われたので、結局このように両手に持ってさ、どこにあげましょうかって今日本政府がそういう、日本がそういう状態です。実はその台湾を両手に持っているのが天皇陛下なんです。大清帝国皇帝からあげたのが大日本帝国の天皇なんですね。政府じゃないです、皇帝です、天皇です。このぐらいで大体のことをお分かりでしょうか。それで結局詐欺集団だとこう言われるのはですね、その言っての元は分かってます。大体台湾独立運動をやってる団体たくさんあります。皆さん台湾人と親しくするのはいいです。だけど
我々を排除しないでください。本土台湾人の中にも国民党の党員として既得権、特権の享受している人、台湾人、本土台湾人もいます。それから台湾独立運動を引き続きやっている人たちもいます。例えば民進党ですよね。その民進党っていうのは結局台湾イコール中華民国、中華民国イコール台湾って言ったんです。もしも国際社会が、あ、じゃあ台湾本土台湾人がそう言ってるのならば認めてあげようと言ったら、一番喜ぶのが中国です。なぜかと言いますと、中華人民共和国、中国はですね、中華民国を継承したんです。でもしも台湾が中華民国になったら、中華人民共和国は台湾を取る権利がある、誰も止められません。そう認識してください。それを知らないで国会議員なんかが日台国会議員なんとか親善交流やってますよね。それをやめてください。私たちは今非常に小さな組織ですけど、本土台湾人の中で一番の小さい組織ですね。で仮にアメリカ軍が入ってきて台湾民政が立ち上がった時に、一番既得利益をなくすのがさっき申し上げたあの団体たちです。だから彼らも必死なんですね。もしも詐欺集団であったら、なんで我々は今ここにいるんですか。どうして取り締まりに来ないんですか。はっきりと誰かが出て訴えてほしい。だけど出てくる人一人もいないんです。で天皇の名を使って日本で詐欺してる。誰ですか、出てきてください、訴えてください。何の証拠もないのに、ね、それを聞いただけで、あ、そうか、そうか、ね、特に一番困るのは第一回訪問団が2年前に来ました。その時にある人が台湾民政を支援する会の会長に収まって手伝ってくれました。何もわからない状態で来た日本台湾民政府は非常にありがたく思いました。だけどいろんなことがあって離れていったんです。そうすると誰か聞きますね、誰々さん、なんで台湾民政府を支援しなくなったんですかと。そしたら、いや、私は頼まれてそういう組織を作って会長に収まって支援したけどね、あれはまやかしだと。そう言った時に、これは破壊力が強いですよね。一回の普通の人が言うよりも破壊力が強いです。もともと支援した会の会長ですから、それが見放したって言ったら、あ、やはりまやかしな組織だなってことになりませんか。それを我々許しません。いつか機会を作ってですね、台湾、それから日本でのそういうデマのもとを全部口を封じます。必ずやります。いつでも訴えられるつもりで来ています。おそらく一人も出てこないでしょう。それで私たちはですね、天皇陛下の臣民だ、祖国は日本だとこう言ってると、大
台湾に住んでる中華民国の生が一番不愉快なんですね。だからオカルトだってね、一番面白くないですよ。なんで我々はまだ明治憲法のもとにあるんですから。それで日本本土復帰してから新しい日本の憲法が及ぶわけです。その前は明治憲法です。これでよろしいでしょうか、鈴木さん。倉田と申します。ちょっと質問申し上げます。それでだいたい今私は分かりました。先ほど教えてくれる人がいました。でなぜ言うかと言いますと、目黒にですね台湾代表部っていうのがあるでしょう。これが私は全体の代表部だと思ってました。それでなぜそれを使わないのかなということを聞いたら説明してもらったんで分かりました。だからそれをですねなぜ放っとくんですか。皆さんが攻撃をしてそのいたたまれないようにしてあげたらなんとか方向が出てくるんじゃないですか。まあ、静かにやられることは結構ですけども、そういういい加減な組織、本当にいい加減ですよね。その中国本土代表ですから、その辺のところをですねよく分かってやられたらどうかということを提案します。ありがとうございます。少し説明させてください。日本政府が、日本がまた中華民国が国交があった時ですね、実はその時は世界は共産世界と反共産の世界に分かれとったんですね。そして中国大陸が突端に共産し、赤い共産の国になった途端にみんな恐ろしく思いをしました。日本はもちろんアメリカ軍もそうです。たまたま蒋介石が50万っていう軍隊を、武力を持った軍隊を連れて乗り込んできたんです。逃げ込んできたんです。そうするとアメリカにとっては非常に都合のいいあれですね。わざわざ軍隊を派遣して台湾を守る必要は何もない、ただ武器と経済援助をすればよかったわけです。それがずっと続いて冷戦が終わった時もその状態が続いたわけです。それがアメリカの怠慢って言ってるんです。これ以上もうアメリカは怠慢になってきました。でさっきその攻撃とおっしゃいましたけどね、台湾民政府は暴力否定です。一滴も血を流さないで台湾を日本に復帰させます。この国際法に従ったらその通りになるんです。そして永久に台湾の国際地位が正常化します。もしも民政府が仮に今政権の人間って100年続いても200年続いても台湾の国際地位が未定です。でいつでも中国から取られる心配が出てくるわけですね。だけど今です。今がチャンスなんです。それで今目黒にはあれ目黒でしたか、あれは中華民国の代表賞ですよね。実は今中華人民
巨幕が大使館として使ったところが実は中華民国の大使館だったんです。それを1972年田中内閣が中国を承認しました。そうすると共産毛沢東の中国が蒋介石の中華民国を継承したとように途端に中華民国の大使館がすぐ即中華人民共和国のに継承されて今の中国の大使館になったんです。で宿なしになった台湾、いわゆる台湾の大使館ですね。幸いってのは私今幸いって言ってますけどね、本当は幸いじゃないんですけど、その時の竹下登さんが大蔵大臣だったと思うんです。それが世話して今の目黒のところが今中華民国の代表所になっています。そのように国へね継承されたら全てが継承されるわけです。だからもしも台湾が中華民国のものであれば中国が台湾を継承していくんです。だから民進党が主張している中華民国イコール台湾、台湾イコール中華民国はこれは絶対に許しちゃいけないんです。こういう危険をはらんでいることを気づいてください。よろしいですか。台湾民政はですね、いずれこの民を取るんです。なぜ民をつけるかというと必ずは米軍が入ってきます。つまりアメリカの高等裁判所がの判決通りに動かなきゃいけないんです。必ず入ってきます。そうすると米軍は直接台湾人の統治できませんから台湾民政が必要なんです。だからある日民は取ります。しばらく続きますけど、よろしいですか。はい、非常に素朴な質問させていただきます。私は台湾に旅行した際にですね、台湾の旅行者のガイドさんがいろいろ台湾の歴史について説明されるときに唐だとか隋だとかっていう昔の話をずっとされるんですね。で私は台湾に来たんだと、中国の話聞きに来たんじゃないんだとお話をしました。台湾の歴史を教えてくれって言ったら、そのガイドさんが懸念な顔をしたんですね。でこの間先ほど中条先生がお話ありましたように、台湾の歴史は台湾の歴史文化があるはずなんですね。私はそれを我々日本人の台湾のその親日的な感情っていうのはその台湾の心だと思っていますので、その台湾の歴史文化をちゃんと維持した台湾の人にしっかりした政府を作ってほしいという気持ちがあります。ぜひこの活動は私大いに応援したいと思いますので、これは質問じゃありませんので、そういう台湾の人が台湾の歴史をちゃんと語れるそういう時代にしていただきたいというふうに念願をしております。はい、ありがとうございます。やはり台湾の歴史っていうのはあります。実は台湾はもともと中国の植民地でもなかったんです。その前にスペインが入ってました。後でオランダが入ってきました。でその後で明朝の帝政公が清に敗れて逃げてきたんですね、台湾に。それで征伐してきて帝政公を滅ぼしたんです。その時点で台湾が満清の植民地になったんですね。さっき小野井先生の話の中にもはっきりそう出てます。だから下関条約の時にあれは国土じゃないから固定の領土じゃないから結局割譲して明治天皇のところに来たわけです。それで台湾はなぜ今
が独立できないかっていうと、日本が統治しとった時もこれは国じゃないんです。日本の国の一部なんですね。だから独立していく根拠は何もない、法的な根拠は何もないんです。韓国は元李王朝だったんですね。それは日本が併合して終戦の時にあれは国だったから結局主権回復して帰っていったわけです。だ台湾は国じゃないからどうやって独立するんですか。もともと国だったらその独立する主張は当たってるんです。だから台湾はいずれもしもですね、最後の住民投票で国を作る、おそらくその住民投票の中にいくつかの選択肢があると思うんですね。例えば日本に復帰する、もう一つ例えば中国に所属したいと、またはアメリカの一緒になると、もう一つ台湾建国か、この4つの選択になると思うんです。これは将来のことですから、我々はとにかく今まず日独米線をはっきりとさせて、その状態に戻ってからまず一旦本土復帰を果たすわけです。今辛抱強く動いています。どうぞ。渡辺と言いますけどもですね、おっしゃっておられることは非常によく分かりましたけどもですね、まあ言うならば現在の国民党政権に対してはですね、公然たるまあ反政府活動であるわけですよね。それで、台北に、本拠を、台湾の中で本拠を、活動の本拠を置かれてですね、その皆さん方の生命の安全というのは確保されておられるのかですね、どういうふうに確保されておられるかということが、非常に心配だということが一つありまして、まさか現代の台湾において暗殺というようなことはないとは思うんですけども、からもう一点、ここでおられる主導部の方々を拝見しますと、非常にご高齢の方が多いわけで、そのピープルオブ台湾の若い世代にどういうふうにその皆様方の理想がですね、理解され浸透されていかれるか、言っておられるのか、あるいは今後のそういうお考えについて、お伺いをしたいと思いまして、この2点ですね、生命の安全がちゃんと確保されているのかということとですね、その若い世代の将来への承継というかですね、この辺のところをお伺いしたいと思います。ご心配ありがとうございます。正直に申します、台湾民政の本部一丁の権限もありません。この両手だけなんです。だけど今安全にいます。これは何を意味しますか。法で守られてるんです。我々は血を流しません。一滴も流したくないです。一滴も流さず本土復帰を果たしたんです。果たします。だけど最近ですね、脅かされてます。わざわざ車でですね、トランクの中にたくさん武器を銃をですね見て、で門番のところで開けて見せるんですよね。そのために約1ヶ月も経ちませんか、急遽本部の方で門番、ね、門セクションを作って、厳しく出入りを厳しくしています。だから私も実は私の命はどうでもいいんです。だけどこの台湾民政の魂である、自分的な存在であるこの林首相、
この人のことは私はより心配ですね。おっしゃる通り何とかしなきゃいけないんですけど、おそらくアメリカも守ってるんじゃないかと思うんです。で今まで兵器でタクシーに乗って移動してましたけど、今あんまり行動をお役にしてないようですね。であの人はですね、それこそ1年365日1日24時間ですね、働いてます、台湾民政府で。今若い人、1回目の時ですね、我々は来たのがほとんど年寄りだったんですよ。で2回目はもう大体似たような状態ですけど、3回目の今回はですね、このように例えば高さんも入ってますけど、若い人たちが出てきてます。もうこれなんかもまだ若い方ですけどね。というのは年寄りの上の方から日本の価値観を分かち合ってるんです。だから耳に入りやすいんですね。我々の祖国は日本なんだと、ね、で我々は日本人なんだと、中国人じゃないっていう、この価値観がですね、上の方が一番多いんですね。でだんだんと下の方、さっきのこの89歳の兵隊さん、ね、その通りなんです。だけど台湾民政府の言うこと主張がだんだんと下の方に行ってきてます。それでいずれ投票になる、住民投票、住民投票になる、一番力のあるわけですね、投票です。それを投票権は本土台湾人だけに与えるって言うんです。でその投票権の持つには台湾民政府が発行した身分証を持たなきゃいけないです。でその 身分証を申請するには1945年8月15日終戦前にすでに戸籍を持っている人たちですから、その当時の戸籍謄本を持ってこなければ発行しません。そして1000人単位で1000人集まったら一つの単位として、今度はアメリカの国防省が指定した印刷所で印刷するんですね。で私のまだ戻ってきてないんです。今私はこの会に関わるのは約 2,3 年ぐらい前ですかね。で実際に中に入って仕事を始めたのはこの10月です。今年の10月です。この中日代表として来てるのが第一の仕事なんです。したがってこの中に台湾に住んでいた方が何人かいますけど、その中のお一人がその当時の戸籍謄本を持って今台湾民政府に身分証を申請している方がいます。加藤美智子さん、どうぞ。新宿にお住まいだったんですね。台北ですか。それから皆さんですね、もしも台湾に昔戸籍を持っとった人、どうぞ申請してください。台湾民政府は日本人の仲間として迎え入れてます。すみません、見えません。時間まだ大丈夫ですか。いや、もうそろそろです。どうぞ。辻と申します。まことに素朴な質問ですけれども、
台湾からですね、日本に引っ越している方で有名な人が多いわけですが、例えばキンベリーさんとか、あるいは今日の先生とか、そういった方はどういうご意見なんでしょうか。聞いて、お聞きしていいことかどうか分かりませんが、以上です。お答えします。彼女も台湾独立。私の昔と同じです。したがってこの組織を毛嫌いしていると思います。無関係なんです。私たちは台湾、いわゆる普通の台湾独立の活動から飛び出して国際法にのっとって動いている組織なんです。一番先端が走っている。初め5、6人から始まったんですがね、それが今だんだんと雪だるまが転んでるようにどんどんと大きくなっていってるんです。で、今その台湾民政府発行の身分証を今申請してる人たち、あるいは一部もすでに手に入ってる人、もう約10万達してるんじゃないかと思います。私たちもびっくりしてるんです。あんまりのこの早いテンポですね。それもおそらく来年の夏頃ですか、アメリカ軍が進駐してくるっていう予想ですね。それでこれが一つですね、国際の情勢と非常に関係があると。皆さん覚えてますか、この確かに10月ですか、アメリカと日本の2プラス2会議がありましたね。外交と国防、これは2つのセクションが一緒に話をするというのは非常に珍しいですね。で、私たちの観察です。つまり安保条約ですね、安保条約は台湾をもその守りの中に入れているわけですね。その時改定の時、中国は随分飛び上がって叫んでましたけど、しかし日本はガンとして譲らなかったですね。経済関係だといつも中国の顔を伺ってますから、顔色ね、これに限っては日本は一歩も譲らない。そして新しい国際情勢に出て入っています。例えば北朝鮮の核の問題ですね、それから尖閣の問題、これなんか今までの安保 だけじゃカバーできないところを外交、つまり外交と戦争、この2つのセクションが話し合って、で話がついたんですね。私は、ね、まだ私個人の意見ですけどね、この話し合いの中に米軍が台湾に入ってくるっていうことも入ってると思うんです。あれ南禅っていう兵隊入ってくると、陸戦隊が入ってきますから、これは中国にとって大事じゃない。しかしですね、中国のトップは大体知ってるんです。で、実はこの台湾民衆のホームページですね、ホームページは今まで封鎖されておったんです。最近解放してるんです。で、彼らも今まで台湾は神聖化分の領土であるとこう叫んでましたけど、最近全然言わないんです。言わなくなったんです。分かってるんですね。もう時間の制限があるらしくて、あと一台いただきましょうか。いや、待ってる前に私また補充しますけど、なぜ分かってるかっていうと、私は台湾である数字から聞いたんです。で、その数字っていうのは、まあ CIA 関係です。直接じゃなくて CIA の人を通して私耳に入ったのですね。いつでしたか、習近平が
主席の時に小沢一郎の塩梅で天皇陛下にお会いしましたね。あれはいつでしたか。今年、来年ですね。去年でしたか。で、非常に短時間に終わったんですね。でその時に習近平が天皇陛下に言ったのは、台湾を売ってください。しかし天皇陛下がお答えしました。皇室は物を売ったことがない。非常に嬉しかったです。もう涙が出るほど嬉しかったです。だから上の人ですね、中国の上の人は知ってるんです。それ言えない。それで何かこう国内で問題が起きると必ず南京事件を持ち出すってですね。それで国民の面子へのこうそっちの方に引っ張っていくんです。どうぞ。の同化の状態はどの程度進んじゃっておりますかということと、皆さんは私もあの心から支援しておりますが、例えば総統選挙なんかありますね。その時にあなたたちは総統選挙に参加するんですか。以上です。はい、まず後ろの質問から。参加しません。我々は言ってるんです。協力するなと。本土台湾人は協力すべきじゃないと。これちゃんと政府の理念として主張するんですね。ホームページを開けてみてください。必ず書いてます。それを台湾独立派の人たちが足を引っ張ってるっていうんです。それから血液の問題ですけどね、実は清朝が占領してた時ですね、大体福建省関東省の方から移民が行ってますね。その時の規定は男だけしか行けないんです。女性は行っちゃいけないんですね。家族を連れて行っちゃうけど、女性の。したがって男性が来ると現地調達。その時に兵地のところは兵符、兵符って兵法って書いてますよね。その高砂族の兵地に住んでる人たちと結婚しているんです。それが何代も続いて、私は第五代目なんですけどね。だ かなりその高砂五族の父が入っています。だから今台湾民政府、本土台湾人たちは自分たちはもう漢民族じゃないって言ってますね。そうでしょ。私は嘘を言ってないんですよね。もう別の民族になってます。よろしいですか、はい、ではそろそろ時間なので今日の講演会はこれで終わりにしたいと思います。そこで民政府からのお願いですが、今後のあのここにいる皆様に今後もあの台湾民政府を知った方として、またはあの、台湾の本当 の国際的地位を分かった第一人者として今後も我々を見守ってください。よろしくお願いします。それで私、ありがとうございました。もう一つお伝えしたいことがあります。まあ、台湾民政部ですね、日本から日本の若い人ですね、
台湾に本当の関心を持っている人ですね、どうぞ本部に来て講義を講習ですね受けに来てください。それ歓迎します。来られましたら宿泊それから食事が2泊3日ぐらいですから、それは保証しますからどうぞ来てください。それからできれば立ち寄ってください。観光の時に、ね、ついつい来てください。歓迎します。で私の名刺はそれから江さんの名刺は外にありますからどうぞ持って行ってください。私はいつもメールいつも今はですね昼間はほとんどメールの前に座ってるんです。お待ちしてます。ありがとうございました。我们这个内阁可以到那个洛米那边欢送我们的贵宾。トイレどこだ？トイレ。ありがとうございます。こっちですね。ありがとうございます。あ、田村さん。ありがとうございます。はい。どうもありがとうございます。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 はい、次もします。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ございました。ございました。高知市直政市にいらどうもありがとうございました。もちろん今日は自分の方が自分の方がどうもありがとうございました。ありがとうございました。そこだ。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。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 どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
ね、大変な。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。また見てみます。頑張った。頑張った。どうも。よろしく。じゃああと4分待ちます。先生、どうも。ありがとうございました。また明日です。どうも。よろしく。お願いします。お越しいただきました。
ありがとうございました。
工作人员可以配合去，就多加一些工作人员哈。